ボシャボシャ。おす。今日は晴天です。すげえ、端っこの方に雲ちょっとあるんですけど、もう青空ですね。やばい。めちゃくちゃいい天気になりそうな空です。今日も相変わらず紅葉の袴残し目つみやっていきたいなと思います。昨日ちょっとねチャリ通してますみたいな話してたと思うんですけど、そのチャリ通って意外といいよみたいな話が雑談できればなと思います。よっしゃ、早速やっていきましょう。今日触っていくのはこちらの山もみじです。ダダン。もう目がね、自由に伸び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 してます。こんな感じのごっつい山もみじさん、でっかい鉢に植えられてたんですけど、それ引っこ抜いてなんとかこのプレステラに収め込んでるやつで、こっち正面なんだけど、こっち正面と勘違いして枝を追い込み始めて、間違ってここの枝抜いちゃったんですよね。裏枝になりそうなやつで、やっちまったなぁなんて思って山もみじで、今年どっか枝回しすぎするために一本残そうかななんて考えてたんですけど、ここ見えるかな、ピント合うかな、ここにね目が一個動いてるんですね。こいつ、これがねマジ奇跡ですね。こんなとこから胴吹きしてくれるとは。この目が動いてくれれば裏枝になると思うんで、しっかりとこいつ作って動かしていきたいなと思います。あとこの辺も胴吹きしていますね。この辺り下の方に低い位置に胴吹きが見られます。いい感じいい感じ。この辺使うかどうかちょっと微妙ですけどね、なくてもいいっちゃいいんで、でもちらほら胴吹きあるのは嬉しいですね。はい、じゃあガッシガシ目摘みしていきましょう。で、回し継ぎするかもしれないんで、1本だけこの使わなさそうな枝、他に影響少なそうな枝、こいつはね残しておこうかななんて思っております。このこいつ出てこい。あー引っかかってるよ。いいよ、来た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 。これね、この枝、これだけは目摘みせず取っときたい。でもねこれ、マジで作業中に忘れてね、ポーンと取っちゃうんですよね。それが怖い、それが怖いんだけど、気をつけて目摘み、他の目を目摘みやっていきましょう。で、まあチャリ通の話なんですけど、まあ埼玉に来て、駅までめちゃくちゃ遠いところに住むことになったんで、まあここのこんだけ広い土地をね確保しようと思ったら、それなりに駅から離れてないと、値段高すぎて買えないんで、私みたいな庶民には手が届かないんで、離れないと買うことができないっていう状況で、まあ広い土地欲しかったんで、駅から離れることを了承した上で、大丈夫、落としてないよね、おおびっくりした、了承した上で、まあ広い土地ゲットしましたよと。で、まあ駅から離れるとやっぱり駅まで行くには、まあ、チャリが必要ですと、まあ、チャリなり車なりね。で、今のところ車は持ってないんで、まあ、チャリで移動してるんですけど、まあ、そのチャリがねまたねいいんですよね。僕仕事がデスクワークなもんで、システムエンジニアやってるのでデスクワークなんですね。一日中椅子に座って仕事してるんですけど、それがねまあ長年やってきて分かったんですけど、まあ運動しないんですよ。本当にびっくりするぐらい運動しないんですね。で、運動しようと思ったら仕事以外の時間で、よし運動するぞと言って重い腰を上げて運動し始める必要があるんですよ。何か頑張らないといけないんですね。やらなくても生活に支障はないんだけど、運動するために重い腰を上げて
運動するっていう一つこの気持ちの面でなんていうんだろう、重い腰を上げる必要があるんですよ。普段なら駅から近いところに住んでたら、けどチャリ通することによってこれがね僕の意思とは関係なくチャリ乗らないと仕事行けないんですよ。わかりますかね。何も考えなくても運動できるんですね。要は強制的に毎日運動できる。平日はこの環境がね意外にいいなっていうことに気づきました。やってみて、本当に何て言うんだろう、ジム通っても、もうジム通ったことないですけど、ジム通ってもなんかお金だけ払ってその行かなくなっちゃうみたいなことってよくあると思うんですけど、あれはジムに通わなくても生きていけるからなんですよ。行動できるから、ジムに通わなくても日々の生活が送れるから、わざわざジムに行く必要があるんですね。重い腰を上げて。ただ仕事の通勤でチャリを乗らざるを得ない状況、今の状況にしてしまうと、もう嫌でも仕事、嫌でもチャリに乗るんですよ。強制的に自分を運動させることができる、そんな環境が作れたのがすごいいいな、ラッキーだな、そんな風に思います。昔は前の松戸に住んでた頃もちょっとね頑張って家帰ってきて走ってとか、朝走って盆栽の動画撮ってとか、そういうこともやってたんですけど、まああんま続かないんですよね。ちょっとスカッとしてみたりしてた時期とかもあったんですけど、足腰からね弱っていくっていう話もよく聞くんで、足を鍛えようということでスクワット毎日続けてみたりとかやってたんですけど、いや続かないですね。なんか途中でやめちゃうんですよね。やんなくても生活できるんでやめちゃうんですよ、どこかで。ただ今回の場合はやんないと生活できないんで、もう生活の一部にチャリが組み込まれてるんで、強制的に運動ができる状況なんですよ。マジでズボラな人にはおすすめ。自分を強制的に運動する環境に持ち込む、これによって運動不足が解消されるわけですよ。あ、ほらほらほら、危ないね、勢いで積んじゃうとこだった、肩剥がれしちゃったこいついや危ねえ、肩で気づいてよかった、危ねえ。ということで、もし運動不足に悩んでてなかなか運動が続かないっていう方いらっしゃったら、駅から遠いところに住んでください。ちなみに今の僕の家は駅まで歩いたら1時間ぐらいかかります。歩いたらね、でチャリだと20分ぐらいかなで着くような、そんな感じの距離感なんですけど、これぐらいの距離感おすすめですね。チャリ20分から30分ぐらいの距離がいいんじゃないかなと思います。もし運動続かなくて悩んでる方いたら、駅から遠いところに一回住んでみるっていうのも一つの手だと思うので、試してみてください。おい、言ってる間に終わりました。こいつはなんとかね、片方葉っぱ落としちゃったけど、片方だけで済んでよかった、全部落とすとこだった。こいつは残しで、これ回しすぎする可能性があるから一旦残しで、他の目はとりあえず袴残し目摘みやってきました。まだね細かいところ探せば出てくるんですけど、
まあこれ残ってても大丈夫なところがね、袴の腰目積みのいいところなんで、残ってても気づいた時に落とせばいいんで、あんまり細かいこと気にせず、こんな感じでラフな感じでやっていきましょう。うん、いいんじゃないでしょうか。 OK、 これでいいでしょう。こんな感じで OK、 OK。 はい、山もみじの目摘み、袴残し目摘み完了です。あとチャリ通おすすめです。ということで本日の作業は以上です。